ダイエットにおすすめのおやつお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのおやつがダイエット中におすすめなのかというその痩せるポイントをお伝えしていきますね。ダイエット中でもいかがですか？おやつって食べたくなりませんか？その気持ちよくわかります。ただその欲にね暴走して負けてしまってはせっかく取り組んだダイエットが水の泡になってしまいますよね。なのでダイエット中でも時々こういうおやつ食べたいなっていうおやつを選んでおりますので、ぜひまず痩せるポイントを押さえていきましょう。まず1番目です。腸内環境が整うからなんですね。これはとても大事なんですよ。あなたの腸内にいる腸内細菌たちが痩せる鍵なんですね。ここがポイント。もしあなたが甘いものや脂っこいものがもうやめられないんです、止まらないんです先生という方ねいらっしゃいます。そういう時は私が何とお伝えしてるかと言いますと、大丈夫ですよって、あなたが悪いんじゃないんですよって、何が悪いってあなたの腸が悪い。腸ですかってねおっしゃるんですよ皆さん。そうですって、腸なんです。あなたが悪いんじゃないんです。あなたがそういった太るものが食べたくなっているのはあなたの腸内に住み着いているデブ菌、悪玉菌たちの餌になるものだから、結果あなたが食べたくなっているだけなんですよってお伝えしています。これ本当なんです。あなたの味覚はあなたのものではないんですよ。あなたの腸内に住み着いている細菌たちのものなんです。その細菌たちが食べたいものがイコールあなたの食べたいものになってるんです。これはねもう恐ろしいことだ。逆に言うとねコントロールされているわけです。ですから逆に言いますと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがあなたの腸内でたくさん種類がいてくれて元気いっぱいで、しかもいつまでもあなたの腸内に住み着いてくれていさえすれば、あなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。なのでまずは善玉菌たちが増える食事をとりましょう。おやつもそうです。善玉菌たちが喜ぶものを召し上がってくださいねというところがポイントになります。その時に2つ目大事なのが、そのあなたが食べてるおやつは無添加ですかということです。これとっても大事ですよ。無添加のおやつじゃないとダメです。じゃないと先ほどのデブ菌たちが増えてしまう、腸に負担がかかるからですね。腸に負担をかけるような添加物たっぷりの、まあ、コンビニスイーツとか、もう大変申し訳ありませんけども、そういった市販の添加物がたっぷりのおやつを食べてしまっていてはいつまでたっても痩せることができない。では逆に言うと、いろんなお菓子おやつ売ってますよね。その中で無添加であるものを選びましょうということです。そうすることで腸に負担をかけずに済む、結果痩せ菌たちが安心して暮らせる環境を作ることができるわけです。で、無添加というのは化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料、まあ、他いろいろありますけれども、そういったものが入っていないおやつを選びましょうというのが痩せるポイントになります。では2つ目の項目です。何をということで、今回はではその痩せるおやつの見分け方ポイントですね。一体どんなおやつだったら無添加で安心してダイエット中でもあなたが食べることができるのかっていう、そのねチェックポイントをご一緒に見ていきましょうね。まずは化学調味料が入っていないおやつにしてください。なんて書いてあると思いますか？おやつを選んだ時にですね、あなたは必ずまず原材料名をチェックしましょう。そこに調味料かっこアミノ酸などと書いてあるグルタミン酸などというのが入っているものが化学調味料になります。でこれはですね、まあ、いろんなものに入ってます。よく見かけるのは油菓子系ですね。おかきとかポテチとか、そのうまみ成分ですね、要はこうおつまみ系、ああいったものにはもうほとんどこれ入ってますから気をつけてくださいね。こういったものを取ってしまいますと腸や肝臓など、要は臓器に負担をかけます。特に腸ですね。そうすると腸がうまく働かないんですよ。もう何と言いますか、こう、まあ、毒を盛られたみたいな、毒盛り上がったなみたいな感じですよ。腸が気分が悪いってなるわけですよね。何これって、なんか変な薬入ってきたってなるわけですよ。そうするとちょっと
と待って、これちょっとどれだけ分解とね消化と時間かかると思ってるんだよってこう言うわけですよね。そうするともう疲弊してしまって疲れちゃって、もう働きたくありませんってなるわけですよね。そうするとどうなるかというと、あなたがいくら食べても消化吸収ができずに栄養不足に陥ってしまう。そうするとホルモンが作ることができない。そうすると痩せるホルモンも作ることができませんから、あなたは結果こうどんどんと太っていってしまうわけです。ですから必ずこういった無添加であること、化学調味料がまず入っていないかどうかをチェックしていきましょうね。はい、そして次です。甘いおやつ系によく入っている添加物ですね。人工甘味料です。例えば手に取ったそのパッケージによく糖質ゼロ、ノンシュガー、カロリーゼロとか書いてある、まあ、飲み物もそうですよね。ああいったのは人工甘味料が入っています。実は人工甘味料って太る原因になります。でなぜかというと、先生なんでって、カロリーゼロなんでしょうって安心して食べれるじゃないですかって思ったあなたは大変です。それは危険なことです。なぜかというと、甘いのにカロリーがない、少ないということは不自然なんですよね。甘いものを食べた人工甘味料でよしと、甘かった美味しかった、でもカロリーが取れていないということは、あなたの脳がおかしいって言うんですよ。なんでって言うんですよ。おかしいよねって、こんなに甘いもの食べた割にはカロリーが取れてないじゃないかって、もっとカロリーをちゃんと取らないと命の危険になる、さあ甘いものをもっと取りましょう、糖分取りましょうってあなたにどんどん命令を出すわけです。そうするとあなたがたった今ね甘いものを食べたばっかり、お腹いっぱいになったばっかりなのに、もうすぐ甘いものが欲しくなっちゃうんですね。糖分です、食べろ食べろって脳が言うから。で結果あなたは我慢ができなくなって、やっぱり手が伸びて食べちゃうっていう、その繰り返し食べ過ぎになるわけです。ですから人工甘味料が入ったようなおやつを食べるのは NG、まあ、もちろん調味料系でもそうですよ。人工甘味料が入っていないものを選びましょう。はい、そしてまだまだ続きます。こういったものは取らない方がいいですよっていうお話を続けて最後までいきたいと思います。合成甘味料もなるべく取らない方が良いです。アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどです。こういったものが書いてあるおやつは避けましょうね。はい、次です。糖アルコールと呼ばれる部類になります。キシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールになります。こういったものが入っているのも避けましょう。では、その他の分類です。加糖ブドウ糖、液糖、加糖液糖、異性加糖、まあ、加糖と呼ばれるものも甘くて糖分が高いので気をつけていきましょう。はい、そして最後はトランス脂肪酸についてです。こちらはわざわざ原材料名にトランス脂肪酸、まあ、別名食べるプラスチックなんて呼ばれるほどの体に悪いもの、太るものなんですけれども書いてありません。その代わり何と書いてあるかと言いますと、こちらです。マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、まあ、これはあのパンとか、まあ、クッキー系とか小麦系のお菓子に多く入ってますよね。そして植物性油脂、植物性、食用油脂、加工油脂、食用精製、加工油脂、加工油、加工脂などなどです。こういったまあ油系にはこのトランス脂肪酸が含まれていますから、チェックして取らないように気をつけていきましょうね。では2つ目の項目です。何をということで、今回はシャトレーゼさんでこの無添加のダイエット中におすすめのおやつ選んできました。この選んだおやつの中には先ほど項目1番でお伝えしたような添加物が一切含まれていない商品になりますので、安心して召し上がっていただきたいと思います。ではお待たせいたしました。いよいよ3つ目の項目です。どのようにということで、今回はシャトレーゼさんで選びましたダイエット中におすすめのおやつトップ3ということで、ランキング形式であなたに今からお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。見えますでしょうか。無添加バターロールになります。ここにねちゃんと書いてあるんですよ。イーストフード乳化剤、保存料などの添加物は使用しておりません。で、またシャトレーゼさんってですね、行かれた方ご存知だと思うんですけども、このパンの種類結構あのラインナップ多いですよね。いろんなパンが売ってらっしゃるんですけれども、やはり無添加と書いてあるんですが、その中でももう一番
私が腸活ダイエットの、まあ、専門家の観点から選んだのはこのパンになります。このパンが一番材料が良かったんですね。ちょっと見てくださいね。無添加バターロール、これは原材料名を書き出したんですけども、このパンを作るために一番量が多い順番で書いてあります、まあ、どんな商品もそうです。なのでチェックしていきますね。まあパンですからどうしても小麦が一番ですね。小麦粉、牛乳、卵、砂糖、バター、パン酵母、脱脂粉乳、食塩、モルト、でんこ、レモン果汁、小麦タンパク、麦芽粉末、乳製ペプチド、アセロラ粉末、米麹とだけでできてるんですね。でこの裏を見てみますと、低温の熟成の発酵脂を使用して新鮮な牛乳とヨーロッパ産の発酵バターです、練り込んだ風味の無添加テーブルロールです。で電子レンジやオーブントースターなどで軽く温めていただけますと、より一層美味しく召し上がっていただけますということで、ちょっと開けてみたいと思います。もちろんですね、こちら小麦製品ですから、まあ、グルテンも入っていますし、食べ過ぎたら太りますよ。なのでこういったパンを毎日食べてますっていう方はもちろん太りますから気をつけてくださいね。私がこのダイエットにおすすめですよとお伝えしたそのポイントは無添加であることですから、もちろん小麦は太るものなので適量が大事です。ですね、やっぱりダイエット中でも時々こういうのこう食べたいですよね。食べたい、わかります。なのでそういう時のいざ時用のおやつと思ってくださいね。これを周りに食べていいんだではないんですよ。もちろんいざ時です。例えばそうですね、あなたが職場で嫌なことがあったとか、ご主人と喧嘩しちゃってイラッとかね、お子さんがなかなか宿題しながらイライラするとかもあるじゃないですか。わかります。だってねって、もう私こんなことがあったんだから、もうどうしても太るってわかってるけど食べたくもなるよねっていう時あるじゃないですか。そういったいざ時用のおやつとして心得ていただければと思います。では一つね取ってみましょう。まあ可愛いですよ、見えますか。うん、バターのいい香りがします。ちょっとつまんでみたいと思います。失礼しますね。あー柔らかいです。やっぱり卵とか牛乳が入ってるから生地も黄色くって栄養たっぷりですね。なのでお子様のおやつにいいと思います。例えば普通のね、まあ、コンビニとかで売っている添加物たっぷりのお菓子を買って差し上げるの代わりに、スナック菓子とかチョコとかそういうの代わりに、こういったものをねぜひ召し上がっていただきたいなと思うんですね。いただきます。うん、わー美味しい。ですね、このバターロールを召し上がるときは一切バターとかつけなくてねいいと思います。そのポイントなんですけれども、いくらこのダイエット向きのこういった無添加のパンでも、これに例えばべったりマーガリンとかべったりジャムとかね、あんなチョコのこうクリームとか塗ってはダメです。もちろんダイエット中ですからね、ダイエット中に安心して時々こんなのも食べたよねっておやつですから、あなたもですね、このパンはこのまんま何にもつけなくてもとっても美味しいので、このまんま例えばそうですね、まあ、おやつではなくてお食事の一部として召し上がる時は、まあ、スープとかお野菜とか取られるといいと思うんですよ。なので何にもつけずに召し上がってみてくださいね。では次です。第2位はこちらです。はい、無添加バームクーヘン、健やかの森、健やかの木ですね、樹とかで木と読むでしょうか、こちらを選びました。でこちら原材料名一緒に見ていきましょうね。無添加バームクーヘンです。でまず一番最初に来たのがなんと小麦粉ではなくて卵だったんです。いいでしょう。しかも過去国産って書いてある良質の卵と、バター、砂糖、小麦粉、でんこ、水飴、アーモンドプードル、洋酒、バニラシロップ、食塩、レモンの皮とシナモンが入っています。この材料でできていますから無添加なんですよね。ちょっと開けてみましょうね。いろんなこういった焼き菓子ってやっぱり太
取るなと思って日頃我慢してらっしゃる方多いと思うんですね。でもちろんこれは毎日毎食とか食べてしまってはいけませんけれども、時々チートデイということで月に1回とか、まあ、1週間に1回とか、まあ、あなたのその落とした体重のね目標に合わせてになると思うんですけれども、時々ね、どうせ食べるなら無添加です。あのいろんなねコンビニもこういったバウムクーヘンいっぱいいろんなお菓子屋さん売ってると思うんですけれども、このような無添加のバウムクーヘンだったら月にね数回 1,2 回ぐらいいいと思いますよ。では美味しくいただきたいと思います、うん、とってもいい香りがします。わー、なんかバターの香りでしょうね。バターと卵の香りがします。なんか卵焼きみたいです。思ったよりも甘さ控えめです。やはりお砂糖が3番目に書いてありますから、ここが1番目にね砂糖が来てるおやつって一番砂糖入ってますからよくないんですけれども、砂糖が3番目であることと何よりも小麦粉の量が少ないということと、やっぱ卵が一番なので、ほんとこう卵焼きみたいな感じですごく美味しいです。で卵ってねタンパク質が豊富で取れますから、痩せるためにはタンパク質ってとっても大事なんですよね。まず臓器の元、体を作る元ですからタンパク質すごく大事。その時にこのおやつでもタンパク質が取れたらいいですよね。このバウムクーヘンは、まあ、ポイントはタンパク質がしっかり取れるということと、小麦粉の量がパンに比べたら少ないですということですね。では堂々の第1位はこちらです。はい、無添加契約農場卵のプリンになります。原材料チェックしていきましょうね。無添加プリンです。牛乳、卵、砂糖、カラメルシロップだけです。やはりですね、もう私のモットーはもうシンプル、できればもうそのまんまの、もう何にも手を加えていないものを召し上がるって一番やはりお体にいいんですよね。その時にこのプリンはですね、シャトレーゼさんが書いてあるのは産み立て卵を使用した、しかも契約農場の卵を使ってくださってるプリンになります。でやはりこちらも一番最初に牛乳と卵ということで、やっぱタンパク質ですよね。しかもたった4つの材料でできていますから、すごくお体にとっても、まあ、栄養価が高いおやつだなと思って第1位に選んだことと、まあ、ほとんど材料がシンプルということで選びました。でまたこれ可愛いでしょう。サイズもね本当にこうよくねジャンボプリンとかありますよね。こうデカプリンみたいな、あんな大きさではなくって、まあ、食べるにはダイエット中に食べるには量もいいと思って選びました。ちょっと開けてみますね。キャー可愛いですよプリン。では、わあ、卵の香りがします。といただきます。どうでしょうか。ちょっと下のカラメルもちょっと、おお、すごい、カラメルを刺した途端にブワッと下からカラメルソースが吹き出てきてちょっとびっくりしてしまいました。ごめんなさい、うおーとか言ってごめんなさいね。ではいただきます。高級プリンの味がします。高級プリンってどんなプリンだって感じの、要するに卵と牛乳の味、材料がいいんだなって、高級だなっていうね、そんな味がします。すごく柔らかくって、固めよりはちょっと柔らかめですね。柔らかくってカラメルもそんなに思ったほど甘くないですね。やっぱり材料が砂糖も3番目、この砂糖が1番目に来てしまうプリンはダメです。ダイエット向きではないんですよね。やっぱりお砂糖は使いすぎなので、このプリンはお砂糖が3番目に来てますから、甘さもそんなにね感じないですね。こうよくうわ甘いっていうのあるじゃないですか、おえってなるような、あんな和味のプリンではなくって、本当にこう素材がいいんだなって、美味しいなっていうプリンですので、ぜひあなたもこれは毎日ではもちろんねダメですけれども、時々どうしてもダイエット中だけを食べたいってなった時は、添加物たっぷりのおやつを選ぶのではなくって、こういった無添加の素材が良いものを
時々ご自分のねご褒美ですよ。だって私今日こんなに頑張ったもんっていう日ないですか。そう、そんな時には特別に召し上がっていただいてもいいと思うんですよ。そしてこういったものを食べてしまった後は罪悪感を持たずに、はあ美味しかったって幸せっていう気持ちを味わって、さっとこの後に16時間断食、オートファジー断食をしてみるとか、リセットすればいいんです。そこを放っておくと太ってしまいますから、しっかりとその16時間断食とかファスティングありますよね。私別動画でもお伝えしておりますから、そういったところを上手に組み合わせていかれますと、あなたは我慢せずに美味しく食べながら腸活ができて健康的で綺麗に痩せることができますから、ご一緒に楽しく腸活取り組んでいきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。